はい、おはようさん、こんにちは、こんばんは。アラフィフでございます。フォールアウト3の3回目になります。まだトンネルスネークの服着とりますけどもね。前回これで終わったところやから、そらね。で、前回からちょっと変わったところがあって、ちょっとね、フォント G ですね。ちょっと、いじりまして、データをね、フォントを大きくしました。前が24ポイントぐらいの大きさにしてた、なってたんですけど、もともとデフォルトがそうやったんですけども、それを32ぐらいまでちょっと上げました。30ぐらいでもええとは思ったんですが、まあまあ、もうちょっとね、見にくい部分も若干出るかもわかりませんけども、これの方がまあ字的には読みやすいのかなと思いましたんで、32まで上げて、ご覧いただいております。こんな感じでね、だいぶ読みやすくなったんじゃないかなと思います。これでね。はい、というわけでございまして、ピップボーイで、まあ、今持ち物はこんな感じ。今ね、3種類のものを持っておりますが、スナイパーライフル一応こう装備しとこうかな、まあね、これこうね、こうすると、コンディションがね、武器のコンディションが低下しているため修理しないと威力は戻りません。アイテムの修理にはピップボーイを使うか商人に頼みましょう。自分で修理する場合は似たような武器のパーツが必要です。まあ、スナイパーライフルやったらスナイパーライフルを2本合わせて2個1にしていくということで修理ができますね。一応しまっておきますね。まあでも10ミリピストルしとくのが一番とりあえずはいいかなと思いますんで、それでいきましょう。明るさも若干明るくしましたけども、もう一回ちょっと見てみようか。設定で描画、これぐらい、ちょっとね、前回に比べると若干明るくなってるんで見やすくなってるんじゃないかなと思う。ただちょっと光がハレーション的にちょっとね、パッと明るくなりすぎる部分がたまにあるかも分かりませんけども、そこはもうご了承ください。てなわけで、今の時間が PM5 時、夕方やね。もう一日寝てゆっくりしまひょか。12時間寝たら、朝の5時やね。14、18、7時ぐらいまで寝とこうかな。あまり夜にうろつくのはね、嫌なんです。まあまあ、ほいでここの居場所もできたんで、そろそろ外に遊びに行こうかなということですね。ウォズワースか、おはようさん、何か用があるかしらって。女性警官、あんたはジョークが聞きたい。はい、中性子が言いました。アルカリ性食品は体にいいそうだが、俺には関係ない。どうせいつも中性だからな。まあ、他もあんのか、あかんて。ダメだって。散髪はしない。飲み物。はい、きれいな水もらいました。はい、もう行かなきゃね。はい、お構いなく。そういや、ここにラッド X かなんか俺は預けたような気がするんやけども、ロッカー、あ、メッド X ね。メッド X は別に構えんな。ステルス棒この辺置いといたらええよな。はい、武器警棒もまあまあまあいいやろ今はね、とりあえずね。はい、というわけでいきましょう。ほい、まあ、ミッションを受けてるのはね、スーパーウルトラマーケットで、なんか、物を取ってきたりとかせいっていうことなんですが、まあ、とりあえずちょっとこのメガトン周りをうろちょろしたいかなと思いますんで、とりあえずメガトンから出てその辺をうろちょろ回ってみようかなと思いますね。
うっす。You looking to trade, stranger? Check out Craterside Supply. 取引したかったらそうね。今ね、取引したいけどね、物持ってないのよ、あんまりね。で、物をね、適当にね、ゲッチュしに行きたいかなと思っちゃうのよ。あ、おっとっとっと、お、キャラバンが来てるな、おっちゃん。はいよ。Welcome, sir or madam, to Crazy Wolf Gang's Traveling Junction. はいはい。The Depot of Detritus. Shop of Slop. キャラバンね。Crazy Wolf Gang's got just what you need. 何を？高い。300円しかない。400円もない。これが欲しいんやけどね。これがあると、うん、いろんなゴミを武器として。武器、武器の弾として使えるからええんやけどね。ちょっとまあ金貯めてまたここに死なずに来てね、またね。ね、まあまあすぐにね死んでしまうのがね困りものでね、この人たち簡単に死んじゃうのよね。ちゃうわ、ここかマップ。スーパーウルトラマーケットは逆方向に行きゃええんやけど、これボルトの方向を向いてるな。ちょっとボルトの方向に遊びに行こうかね。確かこっちにね、ちょっとした廃墟の街がね、あったような気がするんで、そっちでちょっと遊んでみようかなと。ちょっとステルス状態でね、行ってみましょうね。よいしょ、こっちでね、この辺かな、この向こうかかな、給水塔やね、これね、多分ね。こんな給水塔に何かあったりすることってあるかな。ヒドン、隠れてるんで、この給水塔は何も入れへんのか。入れないかもしんないな。あ、そこ一応でも扉があるぞ。鍵かかってるか。開くわ、普通に。これは放射の方が、放射線きついがね。飲んだら結構被爆するから、まあやめとこうか。さあ、こちらがちょっと町の廃墟。なんか一瞬何かに見つかった。何かいてる。何かがいてるんだねと。ディテクテッド見つかってますよと。あ、おったおった。あ、これか。エンクレブアイボット。なんか巡回しとる。なんやな。えらい、スピードでやってきて。と。何か物があればいいけども。ないかな。冷蔵庫。食ったら被爆するからと。まあまあ体力ないときにはね、減ってるときにはね、食べりゃええんやけど、まあとりあえず被爆するんで、あまり食いたかないかなと。リーフブロワー、ホッケーマス。この辺のやつは、素材やね、武器作るときのね、設計図がないと作れないんで、今まだ取らないで、ちょっと重いんで、リーフブロワーなんてだね。置いときましょう。で、ここは今、ワイは今どこに、スプリングベールというところにおるわけね。このゴミ箱開けると何も入ってない。スプリングベールというところ町におります。廃墟ね。お？
Keep your hands to yourself. はい。Who the hell are you? いや、モリアーティとは誰だ？おう。Look, I don't know who you are. なるほどね。なんじゃろうこれは。まあ、Look, who the hell are you? まあいずれこれやな。Here you go. お、300キャップもらいました。まあこれで多分依頼があるんでしょう。確かあったような気もするけども、あんまりやったことがないからね、この辺のクエストはね。これさっき見たかな、ホッケーマスクってな。あ、これはそろそろ危険な匂いがそこはかとなく漂ってきております。ここよし、そろそろ武器を持って、これ多分スプリングベイルエレメンタリー小学校、確かここはやばいやつがレーダーがいっぱいおったような気がするね。ただいろいろと物もあるから、取れるからね、取りたいね。おっと、ぎょうさんなんか赤い点があるからおるよ、たくさん多分ね。いけるかな、ウォール外し、デンジャー出てくるか、出てきたら撃つけども、出てこない、当たらへんこれではね。ちょっとずれて、よし、こっちから、おお、来た、まず一人目、おお、やり、一人目始末したぞ。10ミリ、あ、中国軍ピストルや。これ一応持っとくか、レーダーマーな、ナイフ、一応ナイフも一応武器か、持っとくか。で、どこにおる、まだいてるのはいてるはずやね。胴体狙うか、もう、よいしょ。全然当たらへん。怖い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 。バッツのアクションポイントがたまるのをもうちょっと待ってやね。立っていくか、もう、おりゃ。よし。二人おるな。はい。お、頭を無力化って、まあ無力化なんかできんのかいな。ういっ、オッケー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 。もう一人、これは下かな、消えたぞ。どこに行ったかな。とりあえずさっきのやつは上やけども、どっから行くんじゃ、やなとこ、すげえ行きにくい場所におるよ、あいつおったな。あ、
あそこから、あそこが逆に上がれるんだよね。わざわざ上がってこんでもよかったのかな。落ちて大丈夫か。落ちん方がいいのかな。落ちん方が良さそうやな。で、ここの階段から上に上がったら良さそう。この辺にこいつやな。あ、いた。痛い。あれか。おいしょ。いい。これぐらい引きつけて頭を打ち抜け。オッケー。よし。一応タイヤレンチはいらんじゃろう。タイヤレンチはいらんな。でこいつやね。ブラスナックル中国、うん、なかなか悪くはない。弾ない？弾ならなんぼでももらいたいんやけどね。オッケーやな。で、だら。これで、今度は。机もなんか、何も入ってへんな。何も入ってんわな。OK やね。で、この辺マグカップはいらないわ。で、一応ここの上から中に入れるけども、もうちょっと外見てからにしようかなと。降りて。で、ここからも入れるね。ロッカーからやった。からやった。からや。これは何か入ってる。ビールか。酒はいらんの。私は酒、キャップもらっとく。酒飲まないからね。ほとんどね。まあ、たまには飲むけどね。ほとんど。めったに飲まない。これは便所でございますね。放射線がきつい水。下から入ろうか。なんかいろいろと肉片が。タバコのパックはいらんな。よし、ちょっとほな、ここから。ここよりやっぱ上の方がいいかな。上にしよう。いきなり下のに続くってなんかちょっと普通に小学校に入れるっていうのと違う感じがちょっと嫌。これはほな OK だね。スプリングベール小学校の中ですね。おお。おもろい顔しておっさんやね、やっぱりね。ハゲ散らかしてる感じがなかなかおっさんらしくて。ちょっとピップボーイの電気つけましょう。暗いわ。ほいほい。10ミリピストル。ん？え、デンジャーどっから来る？こっちか。うう、当たった当たった。ほほう、あ、頭部を魅力か。うい。オッケー。強いな、やっぱレーダー。まだこの段階では。32口径のピストル。
図書館の鍵、ここの中の図書館の鍵、これどこに、こっちにいてるんかな、この階におるんやろうな。おう、ほい、走ってきた。怖い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 。オッケー。ああ、いらんな。ちょっとこれはもういらんかな。まだどこからどこからやってきます？一応ヒドゥンになったね。汚れた水か、綺麗な水があればな。ランチボックス、バファウト、クリップボード、タバコのパックはいらない、いらない。おう、嫌なもんがぶら下がっておりますから、まあそれはもう触れずに行こう。これはジェット。ジェットやね。キャップ。ジェット。いろいろとね、能力を高めてくれ、一瞬だけね、瞬間だけ高めてくれるお薬の類ではありますけども、まあ中毒性もあったりするんで、ちょっと要注意というものですな。今やられてるから、ちょっとなんか物飲んどく。言うほど大丈夫やな。一応綺麗な水一つ、ほい。で、あ、そうか。で、修理とかを、修理、バッドランド。まあ全部使ってもいいけど、これ売り物にするんでね。10ミリピストル、ブラスナックル、あ、違う、間違った。ブラスナックル、違う、10ミリピストル、これね、装備ね。で、これが、中国軍ピストル、一応直しといて、こんなもんかな？まあ、軽く直しといたし、OK ということで、ロックされてたのね。さっき鍵ちょっと開ったから、 OK。 ワンワンです。硬いね。助かった。何が撃ってきてんの。どっち、敵の位置がよくわからない。ほい、ん、こいつか。よし、ギョーさん撃ってきやがって。で、こいつ来るんかい。どこに逃げた。おう、下。びっくりした。
まあまあまあ綺麗なお姉さんなことで、まあ、レーダーだからね。でもね、32口径ピストル、地下室の鍵、採掘ログ、サディストの服、採掘場、ちゃう、ここじゃねえか、こっちのここか。ログ一応出してるけどもこれ聞こえへんな。ログエントリーをロード中、トンネルでアリノスにぶち当たった、なんとか通路をせき止めたが最高の採掘師を7人も食い殺された、クソったれどもどうにかしやつらを毒殺しないと、掘り進んでボルトに到達できない。あ、ボルトを狙ったのね。早くしないと私もポッポの二の舞になる。やつと違って保安官ではなく自分の部下に撃たれるんだろうが、なんかようわからんね。あ、321の順番で見ていってるけど、まあいいか。あいつらトンネル掘りに嫌気がさしたのか、地雷を使って洞窟に達しようとしやがった。まあ悪いアイデアじゃなかったが、ああなるほどね、こういうことをしとったということですな。ポッポは無様やしな、ここはポッポね。さっきに出てきたね。はい、ユーザー名かかってこい。へえ、シャットなんじゃそりゃ。タバコのカートン、これは金になるから、まあ、とりあえず。ん？これ何て？あ、本だねこれ。ただ今はまだ使わないで置いておきましょう。次に成長した時に本の効果が上がるという確かスキルがあるんでね。ロックピックですな。どの辺こんなもんか。OK、ショットガンシェル。上がったぞ。言うてるうちに上がった。そしたら何を上げようかな。命令とか、この辺はいらんわけじゃないけども。スモールガン、スニーク、スピーチ。スピーチ上げとこか。5、スニーク、メディシン30ぐらいまでいっとくか、とりあえずね。ロックピックもそれぐらいまでいっといて、命令とかとりあえず使ってないんでね。で、あとこれかな。何があんのかいな。これは前から取ってるやつやね。シーフ、スニークとロックの両スキル5ポイントのボーナス。やり取りが大幅に向上。これか。スキルボーンを読んだときにスキルアップする量が1ポイント多くなります。これを取っとくと、確か、スキルブックの効果が上がるんじゃないかと。これで1個。一つ持ってる鏡、これやね。ほい。煮上がったね。うん。エクスプローシブが煮上がりましたと。これはいいね。OK。この辺は開けた後やな。で、この辺はもう大丈夫やし。次はどこに行こうかね。これは下に降りるんだよな、こっちはね。もうあとはないかな。この階は、ここは見たやろ。で、敵がいてはりますね。こっちか。おったおった。当たらんもんやの。
どっから来るん？お、びっくりしたよ。もうこの至近距離まで来てるかいな。オッケー。至近距離まで寄られるとやっぱりびっくりするわな。はい、一応取っといて、オッケーね。レーダーさん、なかなかお強いからね、この段階ではまだまだ。てか俺がお弱いからね、すげえ。ちょっとそしたらニコイチ修理ちょっとしとくか。バッドランドはもう無理やし、これかな、サディスト、これでちょっとは。でこれをオッケーね。これはまだ無理やし、これがこうか。中国軍ピストルの方が威力は高いのか、そんなことないか、10ミリの方が高いね。これいずれ何かに修理にまた使ったりもできそうやし、とりあえず持っとくのは持っとこうかなと思いますわ。これ下に降りるとこか。いやね、オッケーね。あら、あれに見えるわ、ヌカコーラクワンタム。ジャンプな、よっしゃ、ちょっとジャンプする。ういよっと、これがね、とりあえず後々に、おっとっとっと、あ、落っこちてしまいました、落っこちてしまいました。うわ、びっくりしたい。後々にね、金になるんです。だからちょっとこれはカンタムは置いときますわ。308口径の弾、これはスナイパーライフルの弾やな。 OK ね。でこれスプリングベール小学校の表正面のとこやったと思いますね。でここなんかあったかな。まあえぐいことにはなっておりますけどもね。まあこういうゲームですからね。1階に降りちゃったね。でもね、相手よう撃たれるわ、ほんまに迂闊に。えいって、あった、よっしゃ、だいぶ始末できたかな。オッケーね。ん？ベッド寝ることはできますね。軽くちょっと寝られるなら寝と、1時間ほど寝と、寝ると治りますからね。治ったんで行きましょうかな。ここはこんなもんか。ABCDEFG、 まあ小学校やからね。でこれ2階に上がっ、これあに上がったりせえへんのか。ここは倉庫だね。からなんか入ってる、ぬかコーラ。とりあえず飲んだ後はキャップが1個もらえるけど、まあええか。でからタバコのカートは売り物、戦前のお金はあんまり意味がないかな。お、これはスティームパックが入ってるね。汚れた水はあんまり飲みたくないんで持っていかない。いらんな。ロッキットランチャーがね、作れたらあの辺のヌカコーラの瓶とかもね、たまになるんやけどね。からかい、全部からかい。
これは、あ、これ下に行く方か。まだ下に行くには早いかな。で、これは開けといたらええな。何かある？たまになんか落ちてたりするからね、ええもんがね。ん？何が落ちてる？医療用装具？あ、これ関係ないな。医療用のね、こう補助する、人の動きを補助したりするものですな、装具って言ったらね。何も入ってへんし、もうほぼ始末できた感じかな。一回もこんなもんか。ロッカー、空ばっか。これは便所。スティームパックが、トイ、タバコのカートンだけね。結構バカにならないんだよね、値段がね。こっちは、こっちはまた別のトイレやけども、スティームパックとかないな。すごいな、もう汚いな。わしらこんなとこ一瞬でもうこんなとこで生活できへん。あ、これ見たとこや。こっちかいな。これも見たのか。あ、見たな。行き先こっちやったな。逆や、こっちやね。で、ここ、モールラットか。マグカップ、冷蔵庫、カリカリマットフルーツ。どんなフル、スティームパックや、よっしゃ。スティームパックはいくらあってもいいね。うん、いくらあってもいいわ。これはラッドアウェイ。これもね、放射線を除去してくれるというすごくいいものです。ほい、これさっきあったレーダーか。こんなとこですな。そしたら下に降りてた方がいいのかな。下への階段がどこやったか忘れたけどね。これ上への階段やし、もうこの辺全部ほぼ見たでしょ。ちゃう、また間違えた。ちゃう、ピップボーイやっちゅうね。ちょっとまあまあ修理、ついで開けたついでやね。修理して、これかな。まあこんだけしか修理できへんね。こんなもんやね。 OK。 ほなまあ下にもう一回降りて、地下に行きたい。地下への行き道どうやったか。ここか。地下に行きます。いきなりコーション。どっち、こっちかよ。はい、一応ヘッドショット、ブレインショット当たらず。まだ。オッケー。まだデンジャー。あ、走ってきたぞ。
なんじゃなんか消し飛んだ。オッケー。警棒タバコのパックはええか。タバコのパックしか持ってへんのかよ。え、こっちのレーダー、これ持っとくな。はい、そしたらちょっと修理してバッドランド、これはええ、ペインスパイ、これを直したらいいのかな。一番種類違うもんな。これでいいな。あと直せるものは警棒、直せへん。 OK で、こっちから来よったね。ちゃう、敵はこちらに。よし、これでいいか。 OK。 おう、怖い怖い。おう、痛い、痛い。鉄パイプ、グレネードだけ持っとこうか。よっしゃ。で、だいぶやられてるけど、まあまあちょっと我慢しようか。もうちょっとね、罠とかはないやろな道具箱、廃棄部品だけ持っとこうね。売り物になるね。これは6、ははは、あ、これが掘ってどっかにボルトに行こうとしてるというやつやね。そのために掘ってるジェットいただき、キャップいただき廃棄部品もらって、ペイントがまだいらないね、多分。まあまあそういうことやけど、まあとりあえず先にもうちょっと見とこうかな。小学校へ続くドア、はい、これ近いからな。これは外かもわからん、階段かもわからん。でこれが今の続きで、こっから来たんやね、今のとこから来たんやね、この感じね。ほなもう OK か。ほな行ったらいいかな。ただちょっと怖いんやけどね。いいかな、しゃあない感じか。銃がまだこれしか、10ミリピストルしかあれへんからね。アリがおるのかな。あ、へえ、待機じゃないし こっち行き止まりやな。こちらか。敵が近くにいてるっていうのは何がいてんのかちょっとわからへんけどね。綺麗な水ちょっと飲んどこうかな。スティームパックはまだもったいないしいっぱいおるな敵。これは結構怖いかもしんないな。グレネード、グレネードな。
どこに装備しよう。ここか。ほい。お？お。爆発したからだいぶやれたか。ほいほい。ちゃうちゃうちゃう。頭がいいね。頭がね。OKOK。 うわー、あり気持ち悪いな。地球防衛軍と変わらんぐらい気持ち悪いの。気持ち悪いなこいつら。どうなってね、これ。どこがええ、触覚。うう、やばいやばいやばい。後ろが下がれへん。下がれないじゃないかよ。オッケー。ここはアリの肉ね、売り物にしようか。アリの肉、アリの肉、アリの肉で、まだまだアリの肉、アリの肉。オッケー。ここアリ、アリンチョの巣、アリの巣に行き着いちゃった。うわ気持ち悪いな。ん、なんじゃい。うわ気色悪いわなこれな。さすがにね。アリのネクター、野球のボールはいらん。ほえや、あ、うわ、怖っ。うん、びっくりしたわ。来た来た。まだ来るかい。当たり、よっしゃ。音がまた、まあ、いって後ろ、お前ら。ほい、怖い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 。いい、まず始末して、ほい、でこいつも OKOK。来てる来てる。ちょっと引きつけて。オッケー。音が気持ち悪いな、な、この何とも言えない、きしむような音がね。ほんまにもうどういうこっちゃね。漁ってたら上から落ちてきたわい。うん、まあまあこんなとこかな。ここまでで終わりか。いけへんし。
こんなもんかな。小学校割と肉ぐらいしかないのかね。なんかええもんないのあ、ウエストランド人おるやん、こんなとこに。ヘアピンキャップ、お亡くなりになってあるね。なんじゃ、なんか下にあるような気がすんねんけど。ちょっとどいてもうて。邪魔やな。こうか。あ、物なんかある。これが邪魔や。よし。これや。アサルトライフル発見。弾。で、メントスラットエクソッケね。で、これは。これ本やな。オッケー。ええもんあった。これで身入りとしては最高やね。そうしたら、ピップボーイ開けてと、アサルトライフル、これか。これでここにアサルト入れといたらこれね、オッケー、アサルトライフル手に入れたぞ。で、なんか本もあったな。中国文マニュアル、これやね。はい、スニーク、うん、スニーキング上がった。これはありがたい。よっしゃ。んで、もうこれでここはもうええかな。いいよな、もう何も落ちてないのかな。アリの肉ぐらいしかないよね。あ、スティームパック落ちとくラッキー。オッケー。で、これでもう帰ろうかな、ここはね。なんとかスプリングベール小学校ね、うまく物集めに、来ましたけども大丈夫でしたね。さあ、この後どこに行くかっていうことになんねんけども、まずは外に出んことにはお話にならへんと。どっから出ようかっていうと、こっちにしようかな。こっから出てみよう。いっ、はあ、はあ、ここの正面から、ん、これ出られへん。あ、ちょっと1時間ぐらい寝とこう。オッケー。出られへんのかよ。ほいほい。で、どこぞで外に出るポイントがあるはずやねんけども、こっちから出られるの？これ来たとこやしな。こっちかな。どうなってんねや。あ、これ下がるとこか。まあ今のとこ下がってもいいし。あ、ここで出られそうやね。ほい。夜や真っ暗やかな。よし。というわけで、スプリングベール小学校が終わったんで、次はどこに行こうかなという感じですね。なんか燃えてるよ。何あれ。燃えてるだけかな。なんかちょっと嫌な感じではあるな。
間通っても大丈夫か。はい。タバコいらないな。はい。いらんわ。なんか、いける、いける、いけたね。はい。暗い。暗いです。ラッド値が高い。これライトつけてんのか。あ、これでついてる。これ今ついてる。これでついてるね。まあまあ静かなことよ。コーション？何かがいてる？ブロードフライ。ちょうどまあ、もう、サントラル。もったいね。ほい。当たる？当たり、OK。8ですな、8。まあ、ロックなものは持ってないけど、まあ、とりあえずとっかい。まあ、売り物にしましょうかな。大した値段では売れへんけど。これはほいで俺、今どこに向かってるのかさっぱりわからへんけど。どこに向かってんねん、俺は。こっちで、マップ。あ、一応す、え、ちゃう、スプリングベール小学校から、あ、ウルトラスーパーマーケットの方向向いとるやないかいな。こっちに行くと、ウルトラスーパーマーケットに行くようやね。そっち、あんまり行きたかない気もするけども。あえて違うとこに行きたいかな。なんか建物めいたものが見えるのは見えるけども、建物じゃなくて看板か。その向こうは何や、あれ高速の慣れの果てかな。あれはなんかサイロっぽい。あ、月が出てる。月が、いや、なかなかの荒野感が、あ、なかなか見た感じがいいね、これね、月が出てるとね。半月っていうとこか。ハーフムーンっていうの、なんていうの。ようわからんけどね。あ、何かがいてるぞ。何がいてる、何かを感知したけども、アリスか。ちゃい、弾があんまないな。 OK。 どっか行って弾仕入れながら戦いながら弾仕入れながらね。こんなんやってたらいつもう自利品になっちゃうわな。どこに向かってんねや、わからへんけども。あ、メガトンか。帰ってな、これな。ほな、まあ、ちょっとメガトンに一旦帰って、そこで今回は終わりにということにしとこうかね。まあ、ファーストトラベルで帰りゃええんやけどね。オッケーオッケー。メガトンの自宅にまた帰って、そこで終わっときましょう。暗いな。こっちか。よいしょ。ここやね。銃しまってと。オッケー。ただいま。はい。はい、帰ってきました。今回はね、スプリングベール小学校に行って、アサルトライフルとかね、ちょっと調達しましたんでね、次からこの辺をまた使いながらね、戦っていきたいかなと思います。まだまだね、遠いとこ全然行ってないんでね、
もうちょっとまた離れていこうかななんて思いますけどもね、西の方向かったりとかね。はい、どうもご視聴ありがとうございました。よろしかったらまた次回見ていただくと嬉しいです。ではね、またバイバーイ。